こんにちは。はい、こんにちは。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、前々回の動画で、はい、デイキャンプをしてるんですけど、うん、その中で、冒頭でね、うん、コットが欲しいねっていう話をしてたんですよね。で、コットの話はその前からずっとしていて、うん、でも金額も金額だし、うん、すぐに手が出るものではないと、うん、で、ずっと様子を見てたんですけど、うん、前回のね、そのデイキャンプの時にタープでキャンプをしたんですよね、うん、で、やっぱり夏場はタープを使うことが多くなるでしょ。まあデイとかね、うん、まあデイじゃなくてもテントとタープと併用する形とか、うんうん、なんか、まあ、例えばテントの中で寝てて、うん、ちょっと蒸し暑くなったから、うん、外にちょっと出して寝転がってみようかとか、うんうんうん、そうそうそう、うん、で、そういう場所が必要になるなと思って、うん、やっぱりその後にコットをね、うん、もう買っちゃおうかということで、うん、そう、はい、タープを買うことに、違った、コットを、タープか、コットをコット買うことにしました。はい、そして届きました。はい、届きました。はい、今日はそちらの紹介をしていきたいと思います。はい、で、今回ね、買ったのは、うん、ワクっていうタープを、うん、タープいや、まあ、そう、でもね、タープって言っちゃうんだって言っちゃわない、言っちゃうよね、言っちゃわないよねまあ、釣られて言っちゃったけど、言っちゃわないコットねワクっていう、うん、コットを買いました。ワクの2ウェイフォールディングコットというのを買いました。はい、まあ、今回は自分と、うん、僕と嫁さんの分を2つね、うん、購入しました。で、もともとAmazonのムーンレンスを買おうかって思ってたんですよ、うんうんうん、言ってたね、うん、が値段がお手頃で、うん、まあいいんじゃないかなと思って、うん、まあレビューを見てたんですよね、うん、やっぱりいいっていう人と悪いっていう人と、まあ、分かれてて、うん、ムーンレンスの、まあ、その簡単な簡素化された作りで、うん、まあ、別に気にならない人にならないし、うん、なる人はなると、うん、で、まあ、その寝る時も沈み加減とか、うん、その体をこうコットに預けた時の、うんうんうん、シートのこの沈み加減ね、うん、とかギシギシっていう音とか、うん、で、音はね、やっぱり全体的にいいのも悪いのもなるみたい。ああ、そうなんだ、うんうんうん、で、それなりに対策はできるらしいんだけど、うん、まあそこは全体的に、まあ、言えることで、うん、で、まあ、それがひどくないか我慢できるかの違い、うん、その対処、ある程度ちょこっと対処して、うん、100均のね、なんかシールみたいのを貼って直ったりとか、うん、ベビーパウダーをつけたら、まあ、音が軽減されるとか、うん、まあいろいろ対策はあるらしいわ、うんうん、そういうのをしたら、まあ多少なりとは、まあいいのも安いのも、まあ、良くなって、うん、で、あとはそのシートよね、うんうん、がどうか、うんうん、で、今回僕らが枠を選んだのはまずね、2ウェイであること、うん、ローとハイがどっちともできる、うん、どっちとも設営できるっていうもので、あと2つ目に選んだ理由として幅がある程度あるものね、うん、横幅、横幅、あ、寝返りが、まあ、その多少なりとも打てるもの、うん、で、バランスがいいもの、うん、で、次に3つ目が、まあ、最大の決め手になったんだけど、うん、シーツのね、うん、シート、シーツ、シーツ、シーツっていうの、シートじゃなくて、うん、シートじゃなくてシーツだと思うんだけど、うん、もし間違ってたら字幕が出ますまあここまではシーツと言いましょう、うん、のね、代替品が購入できる、うん、それ大きいよね、うん、で、もし破れたり汚れたり、うん、もし同化になった場合に、うん、そこの部分だけ購入できるっていうのが結構でかくて、うん、やっぱり使っていくと多分へたってもくると思うんだよね、うん、経年劣化っていうかさ、うん、だから、ね、そうそう、フレームは使えるんだけど、うん、でも買い替えないといけないってなった時にさ、まあ、丸々払うのか、そのシーツ代だけ払うのかっていう違いだと思うんだけど、うん、まあ、今回買ったワクっていうのはAmazonで 15,800円だったかな、うん、高いよね、うん、結構高いんですよ、うん、思った高いなって、うん、で、今回はいつも僕ら安いのを買うんだけど、うん、なんで高いのを買ったのっていう理由は、うん、まあ、さっき述べた3つの理由と、うん、あとはね、睡眠の質、うん、っていうのが結構でかいかなと思って、ちょっと
あのお金をかけてみました、はい。私寝れないとダメな人なんですよね、うん、寝れないとイライラしてあの当たられる方なんで、でそこをあの今言ったのをちょっとプレゼンちょっとして、うん、まあじゃあみたいな、うん、まあ、結構でも一人分ってなったらまあいいかなっていう感じなんだけど、うん、分類数もどこか9000円ぐらい、うんうんうん、で今この枠がさ1万5800円で、うん、まあ若干差額はあるんだけどさ、うん、2人分ってなるとまあそこそこの金額になってくるから、そう、まあ、結構迷ったんですけど、そう迷ったけどね、うん、迷ったけどやっぱりそこはね寝るからさ、そうなの、まあチェアはさ、うん、あの俺らムーンレースじゃん、うんうんうん、で何も全然不満とかなくて、うん、不自由も何もしてなくて、うん、いいよね、違和感なく普通に使ってるんだけど、まあ、今回のコットに関してはちょっとね、うん、いいものを買いました、はい、っていう感じで、まあ、早速ね、はい、あのじゃあ開封の方していきましょうか、はい、くっちゃ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 、はい、それではですね、あの今回購入したのはこの枠のコットになります。で嫁さんがタンっていうカラーで、うん、僕はブラックを買いました、はい、それでは、テントがあのテントがねサバティカルはサンドカラーで、うん、でワンティグリスもちょっとベージュっぽいタンに近いような色だから、うん、あのタンでもブラックでもまあどっちでもいいんじゃないかと思って、そうそう色違いを買いました、はい、まあいつも同じもんなんだけどね、うん、ではそれでは早速開けてちょっと組み立ててみましょうか、はい、はい、じゃあ私の方からね、はい、これ見えてなかった、見えてなかった、こっちもあったんだね、うん、どこだよ、じゃあコメントでだからよっていうのよく言われる結構さ多分意識してないけど言ってんだろうねだからよって言っちゃうよね、言うよね、鹿児島の人言うよね、もう普通に言う、七系とかね、だから、うん、だからよってね、うん、あ、ですですって言うよね、あ、ですです言うね、年上の人にはですですって言うね、あ、うん、で、あの同級とかさ、うん、あの友達っていうかまあ普通に話せる人なんかには、うん、だからよって言う、あ、うん、私もっと大きいかと思ってた、結構ちっちゃい、うん、ちっちゃい、サイズはこんなような感じになってます。長さが190センチで、幅が67センチの37ってどこだろう、37センチはハイの時の高さだかも、あー、うん、上げた時のね、うん、でタグが、あ、なんかタグがついてますね、インスタとツイッターのタグですね、うん、で枠の LINE 公式アカウントもついてます、うん、あ、で枠の LINE 公式アカウントにご登録で、通常1年のメーカー保証がご登録だけで2年に延長だって、これ結構いいね、するしかないよね、うん、あ、で素材がなんか、なんだろう、ちょっとナイロンっぽい、うん、ジャンバーみたいな、あ、ナイロンだよ、ほら、あ、本当だ、ジャンバーって、ちょっともうジャンバーって言う時点でもちょっと田舎臭いけどさ本当だよ ね、ジャンバーって言わないよねまあまあ言わないねいいね、これなんかかけれるんだろうね、いろいろ、ほらここにあのカラビナかなんか入れてさ、うん、あー、リュックとか、うん、多分かも、だよね、うん、どうにかできるんだと思う、いろいろこんな感じでね、かけるとこがありますよ、はい、はい、では開けていきますね、あ、取り扱い説明書、うん、うん、入ってます、お茶入れ、ここにお座りしてて、お座りしてて、まず土台となるレッグフレームを山側が上になるように組み立てます、え、ま、ちょっとまだ出してもらう、だからだから、え、え、と思って今ちょっともう出しながら説明していくね、これが横ね、横の長いやつ、はい、まあ、動画がいっぱいあるから分かるとは思うんですけど、でこの袋に入ったのがあのハイバージョンの場合の足だね、うん、こんな感じで足がついてます、これ音が鳴らないようになんかマスキングテープがついてるのかな、ちょっと可能性あるね、それ取れんじゃなくて、
わかんなだって結構雑に貼ってあるよほら取るんでしょあ、なんのかもね、うん、ほら、だってここもほら全然雑にしてあるじゃんあ、ほんとだ取るんだよ一本のここのペロンってなってるけど取るのかなうん、取るんだよレッグフレームが3本と1、2、3本ねで、それがナイロン生地ですね、うん、この枠っていうのがいいね、かっこいいですね、うん、まあ、日沼夫婦さんの見てね、うん、結構いいなと思ってレビュー見させてもらったんですけど、うん、ね、いいよね、うん、やっぱ素材もなんかいいし、作り込みもしっかりされてるし作りながらなんですけどねあの、普通のコットって、うん結構力がいるんだってね、あの設営に。あ、そうなの。うん。で、今回のこいつは、めちゃくちゃ考えられてて、うん、女性でも簡単にできるらしいんですよ。へぇー。はいはいはい。うん。ここまでは簡単だよ。簡単だよね。うん、で、今度これね。山なりの方を上に。山を上にね。うん。はいはい。はい。え？山を上で、あ、こうね。これがこうね。山を上に。あ、上にね。こうね。そう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 。はい。こう、W みたいな。うん。そう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 。そういうことですよ。はい。はい。こちらも。こちらも。流れ作業で。サイドフレームを、あっちのベッドシートの方に差し込みます。そうそう、あっちにガツンって当てないでね、ガツンって当てないでね、向こうにね。もう先に言わないと。ベッドシートのスリーブに挿入します。入った。もう結構すんなり入ってくれる。うん。ここの先端はなんかコツンって止まるの？え、止まんないでしょ。出さないといけないでしょ。ね、出さないとダメだってだから。え、出さないの？出さないの。え、こんな？うんうん。あ、今だよ。これ？うん。え、これで合ってる？本当に。それで。頭から、頭っていうか出ないんだってよ。ベッドシートから。一旦こっちもやってみようか。うん。なんか、あれだねそのまま連続で通すの結構難しいんだね それは無理だよね一回一回順番に行かないとここの、今こいつに止まるようになってるんだね、うん、サイドポールがそうそうはい、じゃあはいそっちで入れてみてはい入ってきたああ、じゃあ今だねはいはいで、それで、あの、ひっくり返してこれをひっくり返してそうそうそう、はいひっくり返して、レッグフレームのレバーがついてない方をサイドフレームに引っ掛けます。レバーがついてない方、うん、それがレバーね。これうん、そう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 。それの反対側ついてない方をまずこっちに引っ掛けてみて。こっち真ん中から。真ん中からがいいんだって。真ん中からすると均等に貼れるらしい。こうってこと？あ、それで。あ、違う。ここのちょうど、へこみに入れるんだ。そうだよ。わかった。見せて。ちょっと見せて。そうそうそう。その溝に、ね、ここの溝と、ここの。そう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 、ね。うん、そうです。こんな感じだね。そうです。え、どういうこと？こう。うん。こうか？うんうん。それでいいの。それで一旦当てがって、うん、そして、コツがあるの。これを、うんこう持って、うん、で、下に押さえつけるで、待って、そのまましないで、うん、そのまましないで、ちょっと待ってて、うん、で、これ握り方が悪くて、うん、ここを、ここね、うん、ここを
こうなのよ。ここ押さえながら開けると、うんうん、レバーが持ち上がって、はいはい、ここに引っ掛けて。そうそう、今ほら、カチッて入ったでしょ。これをそのまま下ろす。上から体重を下ろすように。だからちょっと立ち上がって。そう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 。で、カチャッと。わあ、すごい。まだ待って待って、カチャってなってない。レバーがまだはまりきってない。なったって。なったっけ？なったよ。カチャッったよ。カチャッって言った。言った。言いました。うん。言いました。言った。はい。おお、すごい。で、他のも。これすごい。同じように左右もね。なるほど。これはもうできるぞ。あ、出ちゃってる。びっくりした。なんか出ちゃいけないのか出ちゃうのかな。それも放送事故じゃん。あ、でもこれ慣れたらもう一回慣れたらできるでしょ。うん、結構な力なんで。でしょ？うん、でしょ？バインってなってる。そうそう。バインって。あ、これ分かった。これ多分引っ張る用のだよ。ここ多分こう持って引っ張れるんだよ、ギッて。こうやって。あー、入った？入ったよ。早っ。それで、こうはまって、うん、で、ここもこの状態で、うん、さっきみたいにこういう風に。おー。うん、今カチッってなったね。うん、カチッってなった。あ、ちゃんと手応えがあるんだ。うん、あるよ。こうやって、カチッってね、うん。そう。だからさっきはまったよって言ったじゃん。うん、思ったより力入れないんだ。うん。で、また同じようにね、うん、こちらも。でもこの、 あのサイドフレームは、うん、おそらくあの全箇所に使えるように、うん、ここに溝が掘ってあります。うんうん。これが真ん中とか、これが右とか、そういう上下とかないんだね。そう、はない。全部使えます。うん、それは親切だね。うん、ギュッとグッとね。うん、やるとだんだん入っていきます。あ、ここを掴んでこうやるとカチッと。おお、もうだいぶ貼られた。ほんとだ、すごー。うん、ジュニーンってバチッ、おー、出てきました。すごー。わー、貼った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 、かなり貼ったよ。すごいじゃん。わー、貼るねー。貼る、すごく軽い。あ、そうなんだ。うん、あ、高さは約ここの上までで言うと18センチぐらい。で、ちょっと早速寝てみていいですか。そうそう。私で一旦ここの真ん中に座るね。おお、なんかちょっと怖え。結構ギシギシ言うね。言うね。まあ僕結構体重大丈夫、いいよ、うん、分かってる。分かってる、うん、ちょっとある方なんだけど、ちょっとね、ある方なんだけど、すごい安定してる。150キロまでいけるからさ。あ、そうなんだ。うん、ああ、いいね。寝れる。まっすぐ寝るとこんな感じです。うん。で、実際はこの上に、あのスームルームだったっけ、うん、あ、上の、あのギバットを引くから。うんうんうん。あ、そうなの。この上にね、うん、いや、僕は引こうかなと思ってんの。ちょっと引いてみていい？うん、どうぞ。持ってきます。はい。どう？起き上がりも簡単？簡単。へぇー、今もこっちに。あー、いいね。全然いいよ。いいでしょう。ここ地面がほら、デコボコしてても寝れるっていうね。あ、これ寝返りもね、めっちゃいいよ。いいでしょう。私めっちゃ寝返り打つ方だから、うん、すごい。これ何のギシギシなのかな。でもすごい言うよね。言うよね。なんかフレームのギシギシっていうよりはシートのギシギシ。うん、ここがなんかこう擦れる感じかな。だよね、多分。うん、これを聞いてみて。あ、これでもいいかもね。これも一緒。うん、どっちでもいい。どっちもいい。なくてもいい。なくてもいい。うん。それはもう寝てみないとわかんない。わかんないよね。長時間、そう。うん、で、次はブラックを開けますね。はい。
で最近ですね、あのインスタを見てるとたまに広告が、うん、あの目につくと思うんですけど、うん、この枠のね、あのインフレータブルマット、うん、あのインフレータブルマット、エアマットかな、うん、まあ俗に言う、うん、の黒色がなんか出ましたみたいな、よく見ない、インスタ見てたら、わかんない、あ、多分見てるけど気にしてないのかもね。そうかも。これと今このコットと併用するとなんかいいっぽいらしい。ああ、そうなんだ、うん、これはこれでかっこいいね、ちょっとシックな感じで。あ、さっきの色とは、うん、袋自体はもう違う、ね、袋から違うんだ。これ多分同じ素材だと思う、これと。うんうんうん、かっこよくない？うん、かっこいい。色違いでよかったかも。いい、うん、色違いでよかったね。悩んだんだよね、ほ、うんとね、うん、で、お次は先ほど出番のなかったこの足ですね、うん、まあ傷防止だろうね、うん、あ、カチャッとはならないんだ、カチャッとはまる場所はないんだこれ。ああ、なるほど、うん、ここが結構硬くて、うん、もうグッて差し込むだけ、ほら。おで今一周回してみたんだけど、うん、カチャッてはまるロックはなかった。ああ、そうなんだ、うん、結構最初は硬いけど、うん、入ったらスコッと入る。ちょっと揺らしながら、こんな感じでね。はい、はい、じゃじゃーん。おー、あー、結構上がる。結構上がるね。まあまあの高低差だね。うん、あるね、うん、ここを寝たら多分耳がキーンってなる。ならない、ならない。ここのフレームの上まで、うん、まあ約 38.5cm、うんうん、まあ実際は寝るともうちょっと沈むと思います、うん、シートの分ね、うん、なここの中にもし荷物を入れるんだったら、うん、どんぐらいなんだろうね、 33cm とかぐらいだったらいけるのかな。ここに私が座ったら どんぐらい沈んでる、あ、結構沈んでるね。あ、うん、お尻の部分はね、やっぱね、うん、体重が一番乗る部分はね、そうそう、だったらやっぱ30センチぐらいの高さのものぐらいしか入んないかも。そうだね、寝心地はローもハイも変わらない。ああ、そうなんだ、うん、変わらない、対して、ね、あ、いいわ、こう私よくさ、こういう形で寝るのね、足あぐらじゃないんだけどさ、これもできるからいいわ。じゃあ、あの、ちょっと寝苦しい夜だとして、うん、あうるさいってなるよねなるよね、なるよね、これはなるよね。まあ、これはちょっと一回調べて、うん、あのまたダイソーかなんか行ってさ、うん、あのサブチャンネルの方にでも上げてみようかな、うんうん、もし何か対策方法見つかったらね、うん、いいね。でもこれに座りながら、座りながら座りながらお話しながらご飯食べながら歯磨きしながら寝転がりながら寝ながら星見ながら。じゃあ、今回は、うん、まあ普通だったらこれで終わりなんですけど、うん、実際ね、このコットってさ、うん、寝てみないと分かんないと思うんですよ、はい、で、ぶっつけ本番で行くのもなかなかだから、うん、今日はですね、うん、ここで寝てみようと思います。え、二人とも？うん、ここで、このまま、この状態、うん、からちょっと被ってるだけ。そう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 、で、うん、まあ毛布でも被って寝てみようかなって、うん、まあ、そのどのぐらい音がするのか、うんうん、試してみたいなと思います。朝になってここにいなかったらごめんねそういうのある？緊張になります。はい、それではですね、今から寝る準備をして、うん、実際ここ寝てみようと思います。はい、で、明日の朝に、うん、まあどうなってるか、はい、っていうか、ぐっすり寝れたか寝れなかったかですね、はい、検証してみようと思います。はい、じゃあ寝る準備をしましょう。はい、はい、で、よりキャンプに近い環境で寝るために、うん、寝袋で寝たいと思います。はい、で、いつも使ってる寝袋ですね、う
僕はクルムンとあのリーウェアだったかな、ちょっとなんていうかわかんないですけど、うん、で、あの嫁さんの方は極暖、そう、でも暑いかも、部屋の中暑いかもね、うん、ベッドの設置が完了しました。はい、それでは早速寝ましょうか。はい、で嫁さんの方はね、あの全面塗装を落としたからもう映れませんのでよいしょ、あ、これ寝れる、全然寝れるこれ。じゃあそれでは皆さんおやすみなさーい。おやすみなさーい。電気消して。最初だけじゃんけんぽん。イエーイ。え、三回勝負って言ったっけ。何言ってないからもう早く。最初だけ。まあでもいいって早く。おはようございます。おはようございます。寝れましたか。寝ると、寝ると。寝心地はどうでした。寝心地は良かったよ。普通に寝れた。超寝起き。寝起き感半端ないね。うん、僕の方は下に銀マットを引いて、ペアーズロックのクルムンと寝袋といつも使っている枕とゆっくり寝れましたよ。やっぱり寝返り打ったらギシギシ結構言うけど、私もあまりは分かったよ。そうね、うん、まあ、このコットだったら外でも十分寝れるね。じゃあ一応寝心地は最高でしたと。はい、このコットは身をもっておすすめできますと。はい、よかったよ、ま、よかったね、うん、まあ、ギシギシ音をちょっと、まあ俺の方はちょっとギシギシ言ってたかな、寝返り打つと。はい、言ってた。うん、私はもう全然ほとんど言ってない。うん、もう今もそんな 言ってることは言ってるけど、ね、でも夜には分かったんだけどね。うん、まあそういうことで、はい、今回の動画を締めようと思います。はい、はい、じゃあそれでは今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。こっちゃん、こっちゃん。Babe, do do do. Now I hurt so bad. All I feel is sad that I lost you, baby. Oh, I lost you, baby. I said goodbye with tears inside, calling out your name as you shut the door behind you.